東京高速道路の道路パトカー、新京橋出口付近より、西銀座入口方面を望む東京高速道路は、東京都中央区にある、一般自動車道である。また、東京高速道路株式会社は、この一般自動車道の運営と道路化の不動産、賃貸を事業とする会社である。この一般自動車道については、外部から東京高速道路株式会社線、 会社線、京急線とも呼ばれる。標識等の案内では、自動車道ナンバリングとして、D8 の番号が付されている。首都高速道路に直結し銀座の街の外周を囲むように走る、約2キロメートルの一般自動車道である。首都高速と新環状線の汐留ジャンクションと競馬し、ジャンクションとの間をバイパスするルートを形成しており、 途中の西銀座 JCT で、首都高速や S 線に接続している。このうち、いずれも昭和通りに接する、宝来橋から新京橋間が、東京高速道路の管理区間であり、汐留ジャンクションから、汐留乗り継ぎ所を経て昭和通りをまたぐ橋梁までは、首都高速や S 線の一部、京橋ジャンクションから白尾橋乗り継ぎ所を経て、昭和通りをまたぐ橋梁までは、 首都高速都心環状線の一部である。末端すべてが首都高速道路と直結し、事実上首都高速道路と一体化して、ネットワークを形成しているが、この道路は道路法に基づく自動車専用道路ではなく、道路運送法に基づく一般自動車道であり、法律上は全く別の制度に基づく道路である。また、通常の一般自動車道と異なり、 本道路区管内のみであれば無料で通行できる。これは東京都が建設を許可する際に公共の河川を利用することから無料化を条件としたためである。ただし道路化をビルとしてテナントからの賃貸料によって収入を得て道路を維持管理しているため自動車道事業の業界団体である日本有料道路協会に加盟している。工述の通り 正式な住所は未確定だが、日本有料道路協会のサイトでは、以下の通り期終点住所が表記されていた。高速道路という名を関してはいるが、指定最高速度は前線時速 40km である。2020年1月1日、東京新聞は2030年以降に予定されている。 首都高速道路都心環状線の日本橋付近における地下トンネル開通と同時期に道路線を廃止し、大体として道路線の西銀座から京橋にかけての区間の地下にトンネルを新たに掘削する予定であると報じた。これは道路線が狭い道幅と急カーブゆえに大型車が通行できない現状を鑑みたもので、道路線を改修して活用する案もあったが、 高架下のテナントへの影響が大きいため採用しない方針だという。KK 線の活用を考える東京都による有識者、検討会では、廃止後の構築物は、ニューヨークやパリの廃止された、高架鉄道跡を公園にした例を手本に、空中回廊として広場、遊歩道するのが良いのではないかという提言が出されており、意見募集が行われている。 1951年、在海人23人が、戦後の銀座の復興と飽和点に達した自動車、交通量の緩和を目的として、東京高速道路株式会社を設立。銀座を囲む外堀、塩止川、京橋川を埋め立て、高価の自動車道路を建設し、その建設費と運営費を、ビル賃貸収益で回収するという現代の、 PFI にも通じる、画期的な運営の仕組みを導入した。部分開通は1959年であり、首都高速道路より長い歴史を持つ。全線開通は1966年である。東京高速道路を赤色、首都高速を黄色で示した、空中写真。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成度橋入り口と通行を止め車両の標識歩行者や自転車が都市高速道に間違って入る事故が相次いだため歩行者及び自転車乗車者向け禁止標識は法定標識とは別に目に止まりやすい高さわかりやすい内容のものが設置されている道路交通法による一部車両通行規制として通行できない車両は以下の通り歩行者も通行止め 首都高速道路を走行中にこの道路に入ると、有料区間である首都高速道路から、無料区間である、京系線に、一旦出ることになるが、汐留、西銀座、白魚橋に設けられた乗り継ぎ所では、有料区間から、無料区間に流出する。乗り継ぎ所で受け取った乗り継ぎ券を、10分以内に、有料区間に再流入する際に示すと、 首都高の通行料金を再度支払う必要がない。2013年12月15日の首都高速や S 線の長期通行止め解除以降、乗り継ぎ時間が30分から10分に短縮された。ETC 搭載者の場合は、有料区間から無料区間に流出する。乗り継ぎ所150メートル手前で ETC の通信が行われ、有料区間に再流入する際は、 ETC レーンを通行することで乗り継ぎ券が不要となる。したがって ETC 搭載車が乗り継ぎ所で停止する必要はない。なお、首都高速道路では距離別料金制を採用しているが ETC 搭載車では首都高のみを利用する場合の最短経路の距離で通行料金が計算されるため本道路を経由した場合でも料金には影響しない。なお、 八重洲線時は橋で入り口、八重洲で入り口を発着地とする場合は、本道路を含む経路で計算される場合があるが、その場合でも、本道路区間は、料金距離に含まれない。道路の高架下を、テナントビルとして、不動産賃貸事業を行っている。高架下のビルは14棟、10万平方メートルの、貸室スペースを有志商店街やオフィス。 駐車場として活用されている。なお、本社事務所も銀座インズ3号館2階に入居している。前述の通り、本道路は河川を埋め立てて建設されたが、その一部は、千代田区と中央区、及び港区と中央区の境界となっていた。しかし事前に、境界確定の取り決めを経ずに埋め立てられたため、現在でもこの道路の土地の行政上の所属は、決まっていない。 このため、各テナントは、郵便物や荷物等を送付させる場合、店舗室入口側の向かい側の地盤に、先という地盤が一名を通称で付けている。ありがとうございます。